Can I pet you?宿の者なら先生の所在を知っているはず。やずっと新しくいたしませんか。助かった。侍、生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか、ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのか。生きておる。道場はどこ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさるのか。そうだ。戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。先生の伝説はまことですかね。伝説だ。たった一本の矢で海賊の船を沈めたのか。まことだ。最も見えたのは船ではない。
海賊の頭だ。怒らせないように後ろめつ。ぶしつけですが、ずいぶんとお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます。戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。道場はあの山の上にあります。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長岡の指南役を退かれたんですか。さあ分からんが。いや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生、伊坂にあったか調べてみる。射抜かれた後に矢を抜いておる。これは血の跡、新しくない。足跡だ。いた者かいられた。住居へ逃れられたよ。武士にしては質素な身なり。動くな。石川先生。坂井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしで言うだ。志村殿も討ち死にだ。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件で。お力添えできぬ。不祥の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞ頼むか。
遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねば。二人では救出など思いつかぬ。お弟子殿の居場所は。お前の行き先など知れておる。友よ、女子か。生まれは。生まれは百尺。だが弓は並ぶものなどおらぬ。大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れます。なぜ私ではなく巴を弟子に出すんだ。お主は有望。巴は神道よ。いざ勝負。うわあ！熱ちゃった。やや気持ちには逃げ。こやつは酔ったタヌキだ。だが駒田では負けました。目覚めるトラならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦で吹かれたあの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われる。争った後に襲われたから。調べろ。米と麺と鉄かすだか。目を撃たれた。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証。血の跡わずかだ。死者はおらんな。どうなってんの。巴が矢筒を捨てる。敵から逃れるためだ。捕まった。では今頃。尋問か拷問あるい。まさか叔父上に同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの女を潰す。お弟子はいずこにいる。赤山だ。それでは近い。わしが雲田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたか分かる。けだものには勝てませぬ。それは違うね。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず。心を研いでついてるのよ。ここで止まれ。話がいかがなさった。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうと。増えての者が多様な弓を引くなど考える誰に心が痛む。それほどの品を私に。早とけるよ。するでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試してみるか。手前にある灯籠を狙ってみる。
次は奥の塔だ。左だぞ。さらに遠くの的ではどうだろう。的が遠ければ、やっぱどう思った。手に馴染みますな。そうである。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば雲だと思う。良き弓だが、戦を決めるのは人だ。武具ではない。もうこの兵器は火を吹くんです。戦いはこれからよ。中山取り。お弟子殿がいればよい。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。聖帝はことを潜んじるという言葉があるぞ。ではどうしようと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはず。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦もよく何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになる。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。まるで痛手を与えられるよ。やるかいはあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。旧兵の数も多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いた。敵を引きつけ、矢の雨を合わせて、しかるの手に乗り込み、巴殿を救う。よし、あとは待つの。門が開きます。わしの合図を待て。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。
巻物、蒙古の言葉で指について書かれた。あなたはここにわしの教えを蒙古に売ったということか。誰かが死んだのだよ。おなごの衣服、お前の前だ。釈放されていたのか。なぜだ。確かです。鹿の角の矢はずはわしが死んだ。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ系統だ。巴に弓を使わせたのか。聞こえたか。島の者です。誰かお助けを。寒い。女を探しては弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らが、あの無垢を、己の腕を敵に売り込み寝返りを打ったか。頼む、言ってやろう。死にたくない。長いは無用。行くぞ。なぜそのような。先生、わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。俺に何が分かる。本意をお聞かせください。わしの剣術を猛虎に奪われるわけにはいかん。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。
勝利は人がもたらすの。武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるわしのやり方でな。そしておじおの救出お力添えを。約束しよう。手はずを整えておく。時が来た。道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方に集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。いいかな、風。酒井。先生。巴の消息を。つかめたね。今のお主ではかなわぬな。巴を鬼とお思いですか。誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主には分からん。来い、いずこい。弓の修練、猛虎を鍛え鍛えやし。そう、巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば、良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。敵は撃つより味方に引き込むのが特策。それが前からのやり口。いかにも。止めなきゃ。中山で船が死んでおったあれは巴が早めた。初めてではなかろう。何か事情があるのよ。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか。我就不爬。どうしたもたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの敵だ。登る以外なかったのか。いいよ、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものが。猛虎は離れた列です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに。矢倉のそば。まずまずの敵。矢が落ちたところへ行け。
急げ急げ。幾人の多くが稽古を積んだ人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。存分に休めましたか。立ち騒ぎを観察していた。猛虎がおるとご承知でした。まあな、伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬ。これは戦だと仰せですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しを続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへ。探しましょう。ここに足跡。10人、それ以上。あとを追え。巴を見つけても立ち直るな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればいい。いなかった。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。
面目ない。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名を出したとか。よからぬことを始める気だ。さあか、お主の芸術志村へわしの教えではない。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。不意打ちを野党にすること。駒田を知らぬゆえ。水とも分かる。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるな。備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。
叔父上と父上は湯を見つけたと聞いたが、もしもこれか。巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立など絶やすい。先生が長岡でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早い。いかにもまるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのですか。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらんぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。
巴には他に何を。天さんが教えた。長尾家を去った言われそうです。伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだった。なれど弟子はと。しばらく後に。何故です。弓を見事はわしにとってそろそろ用心しろ。罪な君を奴らに。人殺しを三途の川に送ってやるか。进来啊！罪なき者まで殺めた。巴は当人としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力のみ。地位ここでは得られぬ。己の執事を疎んじておったということか。お主は優しすぎるな。心情は察しますが混乱を招く。敵襲。Why are you doing this?
トモエはいかにして弟子に。父親の粗末な夢だと思って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよう。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは互角。あれでは戦に向かぬ。Fucking ninja, man. Negi, you have seen that. You wait, you wait.What's it? I'm not touching with him. I'm not going to be able to get him. What's it? I'm not touching Oh, really? Ready, ready.
石川はいるか。おのれ、何をだ。ああ、ことづてがある。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者など。黙れ。長尾広則、俗に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた幽体だったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴の手たらめだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんから。ならば死ぬ。 He's a fucking liar. You fucking liar. You fucking liar. 手はずが整ったら道場に来い。This fucking coward, man. かつて対馬の踏むことを記した此度は人知れぬ戦いの刀が残虐で恐ろしき変化が他の脅かしては助けを乞う者の声に導かれ、クロードの冥府よりよみがえる。解き放った。鬼は情けすら持たず人を喰らう化け物。
しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、マコトは四人なり。一人目は侍と合するクロード。誉れ一族、故郷のため刃を振るう強者だ。知らず、いかなる苦境にも立ち向かう。そして守り、これを知らねば戦には勝てない。動きを見極めて回避すれば恐れることはない。クロードが扱うアンガー一つは敵の動きを止めるクナイ。槍が相手であろうと鍛錬を積めば破れることはない。神の癒しを得るべくクロードは太鼓を打ち鳴らした。侍は太刀をより代にして神の力を借り受けることで相手の命を吸い取れるようになる。我が太刀を浴びよ。侍の道を極めれば目にも止まらぬ勢いで敵を切り伏せられよう。勝利の喜びはひとしおだ。だが思いは言葉ではなく仕草で表す。行くぞ。侍にとっての宝は誉れ、そして主。こうした勇ましき者の英雄譚は後の世まで語り継がれることだろう。弓取りは弓を解こうとするクロード。遠く離れたところよりも狙いすました一本の矢で鬼を成敗する。
クロードは人知をはるかに超える技を持つと信じられている。五感を研ぎ澄ますことで遠くから敵の居所を探ることができると。ひとたび高いところを制すれば容赦なく敵の頭上に矢の雨を降らせられる。ひとたび高いところを制すれば容赦なく敵の頭上に矢の雨を降らせられる。动动啊！下次距离太短了。道具が手に入ることもある。クロードは尋常ならざる速さで崖を登ることすらできる。戦の最中では島人の百姓も武家もクロードの働きに望みをかけて、そして貢ぎ物を置く者も現れた。弓取りはさまざまな矢を使い分け敵を仕留めることができ、例えば鎧をうがつ鋭い矢、そして火の神の力が込められた不思議な矢。さらに竹三日土が作ったという矢には敵をしびれさせる力がある。心を澄ますと敵の頭へと飛び立つ何本もの矢を一度に放て。遠くから狙い澄ます弓取りと異なり、刺客は音もなく敵に忍び寄り瞬く間に命を摘み取る。客はさながら夜の神、誉れを行く道を捨て敵を欺く本業を身につけた。クロードは草むらに身を隠し、姿を見せるのは敵を葬る時のみ。背後から近づき、ささやくがごとく静かに命を奪う。屋根から屋根へと素早く移り、坂兵の目をかいくぐる。鍵縄を用いて軽やかに飛ぶ様は風に運ばれているかのようだ。綱のような細い足場すら難なく渡ってしまう。全ては一つの手落ちもなく、狙ったものに確かな死を届けると、刺客の特技は姿を消して目には見えぬ霊魂となり、瞬く間に敵を闇討ちすることだ。
そして王妃は闇に身を潜める死の神となること。イカズチのごとき速さで敵を切り捨てる。闇が その場にある者を生かし、隠れ、あやめるという兵術を編み出したことで畏敬の念を集めている。そして最後のクロード、他に劣らぬ働きを成したる勇者、対馬の民と少量のため太刀を振るった浪人だ。浪人は味方の傷を癒し、さらに死者を蘇らせたという。あ、不是啊。クロードたちは仲間と力を合わせ、多くを語らず策を練る。かたじけないよ。こっち。おい。仲間が倒れたとて、決して捨て置いてはならない。大事な地に印をつければ、仲間もたどりやすくなるだろう。ロームロは獣の式神を呼び出して火星を命じられる。主はおらずと孤独に戦うわけではない。倒れた者がいれば不思議な力で傷を癒す。力を合わせ故郷を脅かす猛獣を立ち向かう。猛虎の勢が海と浜とを踏みにじる音に鬼が目を覚まし、対馬の村々を襲った。山からはあやかしが下り、いにしえの墓所からは恐るべき怨霊がよみがえる。対馬はかつてないほど英雄を求めた。さあ、わしの語りを聞いてくれ。後の世にこの話を伝えるため、知られざるクロードの忌憚。
クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。どの話にいたしましょう。無秩序は悪心から罪なき民を殺したというものにも、天に呪いをかけられたからだというもの。いずれにせよ、無秩序の魂は罪を償いたいという一心を吸い、日吉をさまよっている。手遅れになる前に日吉の家を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいんです。恥を知らんな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を無力にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、用心を忘れ、その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注目しろ。これより高台に行き、矢を撃つ。酒井、聞こえたか。一夜、一冊。
Oh, I hate archers. Oh, why do you... の湯が襲われている。巴はどこを狙う？裏の裏の滝の地、あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして難しいだ。お主ら、ここへ。いかがなさいました？猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておる。敵はわしら。はい、そのように。ここは見晴らしがいい。ハサミ打ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もない。ありものを使うまで、蜂の巣か。足止めになる。草むらに猛虎を誘い込む。火の矢は持っておるか。まるで痛手を与えられるよ。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備え。猛虎が来るぞ。奴らです。よしよし、わしの救術をとくと見るか。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。
気をつけな。俺が止めろ。やつや長尾の旗を捕らえましょう。今からでも間に合わねえ。腰抜けめ。いや、バカにしておるの。巴の前の弟子が長尾博盛だと知っておるの。弟子ではないと聞きました。どちらです。かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博盛はその姿を真似て兵を率いて無論を起した。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしようと。賊と戦った末死んだのではないのですか。それは長尾家を守るための作り話。死としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ殺されてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつには裏切られたな。博盛の罪に償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。兼田の木に来てください。ああ、無論だ。だが巴の後のあるも必ず捕らえねば。承知しました。
橋を渡れないので、どうした？日吉の幽霊向かう途中で、橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて、下から矢を射始めたのです。怪我人は？ブンタ、私の老いです。おとりにされておるのか。家族は橋から遠ざけておる。あとは俺が。やめてくれ、俺が何をした。矢が止まった。終わったぞ、家族が待ってる。ありがとうございます。もう当たってよいぞ。兵は倒した。痛めつきましたか。
なぜお主も気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。どうだったんだ？助けを。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の死で一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知りや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定め。対馬に人の移り始まるほど異様な怒り人大風島を襲い剣三日月の下の土より稲妻の獣いでたり獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りも尽くす。早くて伏せぬことあたわずかの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとで義人対馬大名一の早業の武者を頼み重則刀を持って余人の遅れを取らず編み出したる秘剣を試練に一戦と称し人の眼にて見ることあたわる技なり重則は村
村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘えたり、砂が捉える獣橋、獣釣りとは足りない、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。ここのとばかり資源類は自然一線が握りで、最後の獣が発するほど雨雲が咲いて空は晴れ、対馬は子供の中に行ける。その後、重則隠れすぎて出で会う者も生まれない。類なき勇と腕とを示しし者のみに自然一線の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に刺さる。ありどころを知る弟子の、また獣シード剣との思いになればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかない。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。孔子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人は見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の強盗だな。顔は分かる。忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後に損し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったのか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような修行は許さぬ。この先、敵陣があるよ。蒙古だ、隠れるか。殿下、お待ちください。
小賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか会うことを。はい、ですが言い争いは、重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べ、新手が来る前に身を隠すがある。重則の話は猛虎に伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったか。安全な場所へ逃げる。承知しました。あの獣を倒してください。白い葉の木を見つけねば。
川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めてこなくて穏やかに過ごすことはあるのか。侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了解で。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて、民が詣でに来る時に鳥居がなくては困るでしょう。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ、途中で死にかけました。俺なら手柄つけ、木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためをお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。このうめき声、これ以上は何も知らないか。おじさん、おじさん、これもうやめてくれ。これ以上は何も知らないか。Go!
犯人は猛虎を連れた男かと。祖父から試練一線を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸であります。どうか祖父を。させるわけにはいかぬ。誰かが切り倒して渡ったのだ。古賀が連れてきた猛虎だ。我是被背刺。あれが試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるんだろうな。足跡だ。新しい。古賀安平、槍川の狼藉者め。昔のままの槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この十年の間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことは叶わぬ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かった。その身で受けろ。
それは力この場で見極めておる。早い。技のみでは俺には勝てぬ。かような才能があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。응? 잠시만. 됐어, little boy.
鎧を着ていらっしゃるのです。てっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは。まさかご存じないのですか。名のあるお侍ですよ。合わせてくれ。そろそろ戻るじきに、ぜひ夕餉を共にされて神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うく戦であった。だが
傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるか。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。コモダにおったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、ゆえ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神禄殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は猛虎に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残してとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てもいい。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神禄は武士ではない。口を割らせるか。神禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火球の用があるんだ。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。止まれ。よせ。よせ。まだ間に合うぞ。間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。諦めろ。望みならば受けて立てる。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいたのに百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女子を騙しておったのだ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思う。
死でもね。女衆にも知らせる。お戻りで。人禄は武士ではなかった。騙されておったのだ。聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたので殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。
酒井様。この近くに役立つものはないか。残念なもの。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の感を受けた御墳があるという。ぜひ手に入れたいものだ。